一気に活躍した京焼の陶芸家。仙家住職の一つ、土風呂シ、前五郎の十一代である。陽名は千太郎。出自は不明だが、一説に、京都の織屋沢井家出身で、幼少から、陶器の釉薬を商う、ムカデヤエ奉公師、大徳寺オーバイン住職大公王賞の下で、活職として修行したという。1806年頃に、 お尚の紹介で十代前五郎である永楽亮、明の養子となる。十一代前五郎を襲名したのは1817年で、あり、1827年には、奇襲藩十代藩主、徳川治武宝の西浜御殿のお庭や機械用に、招かれ、作品を称して、川浜市流の金印と、長楽の銀印を配慮した。これが永楽星の由来であるが、 正式に改正するのは明治に入ってからである。1843年に、息子の和禅に禅五郎の名を譲って禅一郎と名乗り、さらに1848年には保禅と名乗りを変えた。このため、没後は、他の禅五郎との区別のため保禅と呼ばれる。奥田栄船やその弟子の金古道亀介、青木木兵衛、新弥道八など、他の教役作家とは別軸で活躍していた。 長年京都で活動し、その後大津で、古南や機械用や摂津高槻での海洋など、京都を離れた地域でも積極的に末作りを行った。一説には、息子の和禅と不仲だったのも、京都を離れた理由の一つだという。山菜流門八東京国立博物館像土風楼前禅郎として代々制作した土風楼のほか、茶碗、 向こう漬けや双物など様々な作品がある。高珍焼き、安南焼き、ホッケ、金断酒など陶器、時期の双方を手掛けており、オリジナル、写しともに夕品が多い。特に写しの作品は京焼きとしてアレンジし、洗練された高い完成度が見られる。ありがとうございます。